石灰の一種である小石灰の粉末石灰とは生石灰または小石灰のこと炭酸カルシウムやカルシウムを指すこともある小石灰は生石灰を水で昭和して作り炭酸カルシウムは小石灰と二酸化炭素が反応してできるその証拠に二酸化炭素と石灰水を混ぜると白く濁る生石灰は石灰岩などの主成分である 炭酸カルシウムを1、摂氏100度ほどに加熱し、二酸化炭素を放出させる、熱分解により製造するが、これは人類が古代から知っている化学反応の一つで、戦死時代から知られている。化学反応式は以下の通り、過去酸化う CO2 石灰岩として、石灰鉱山より産出する。採掘される石灰岩は主として地質時代に生息していた。 石灰質の殻を持った海生生物の遺害などが堆積して地層化したもので、サンゴやサ産ム虫、ワンソク類、アンモナイト、海ユり、防水虫、貨幣石といった化石が多く発見される。鉱物資源としての自給率は現在の日本では珍しく100%であり、元々の純度の高さや優れた精錬技術により世界的にも高い品質を誇っている。 石灰石や貝殻、サンゴなどを焼いて石灰を作るための窯を石灰用という。石灰の用途は多岐にわたるが建築材料としては古代エジプトで発明されたモルタル近代建築に欠かせないコンクリートまた伝統的な日本家屋の白壁に使う漆喰の原材料でもある。製鉄業においても鉄の不純物除去に欠かせない重要資源である。また 農業、園芸分野では、カルシウムを俗に石灰という場合もある。小石灰は酸性化した土壌に巻き、中和させる目的で用いられる。蒸気のように無害ということで、運動場や野球場などで白線を引くためのライン引きに使われて、きたがアルカリ性を持つために触ると皮膚がかぶれてしまう。危険性があることに加え、目に入ると視力の低下を引き起こすなどの問題が指摘され。 より安全性の高い炭酸カルシウムが使われ、初めてはいるが、まだまだ小石灰のものも使用されている。生石灰は安価でよく湿気を吸うので、乾物類せんべいなどの乾燥剤として使われることも多い。また、水との化学反応を利用して発熱剤として、野外での食品、飲料の加熱に用いられている。フレスコ画の原料。日本では、江戸時代後期、 田畑に石灰を投入することにより収穫量が増加することが見出された。価格も当時流通していた金越えの数分の1と安価であり、肥料の一種として珍重されるようになった。当時、石灰の生産は石灰岩の産出地周辺で原始的な石灰用で盛んに製造されている。20世紀に入ると価格肥料が製造され始めたが、 原料が軍需物資ということもあり、大規模な使用は控えられた。このため石灰は第二次世界大戦が終了するまで農業生産に大きな役割を果たし続けた。ありがとうございます。